チョコジロー劇場始まるよ。謎に包まれていたチョコデール山、その山の山頂にはチョコジローの仲間たちが暮らしています。今回はちょっとおしゃべりでもとても物知りなネズミチュウスケのお話です。ある日のこと、チュウスケとチョコジローは仲良くお話をしていました。だけどチョコジローには難しいお話でした。するとチョコジローはうと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 、やがてチョコデール山も日が沈みました。とうとうチョコジローはぐっすり寝てしまいました。それでもチュウスケは話し続けていましたとさ。チョコジロー格言、夜はちゃんと寝ようね。チョコジロー劇場、おしまい、おしまい。